じゃあ、いただきます。おはようございます、スイカラです。今日は炭火鳥皮ポン酢作ります。うえどう鳥皮を炭火で焼いて、もうポン酢にぶち込んで終わり、作っていきます。じゃあ鳥皮焼きます。塩コショウ、見えない、もうちょっとだな。うまそう。うん、うわ、いいね。じゃあ、いただきます。うん、まっ、音がいい。うまっ。うめえ。やっ、やべ、焦げやすいやつ。うまっ。いや、うまいわ。よし、鶏皮ポン酢作っていくか。生姜をみじん切りのしたやつ入れます。よし、生姜、ポン酢、完成。この持ち方キモくない？まあ、キモいんだけど。じゃあ、いただきます。うわぁ、くっそ先進め絶対これ。うますぎ。
うん、まっ。うわ、薬味がうまい。行こうぜ。じゃあ、お疲れ様でした。